慶太天皇は6世紀前半の第26代天皇名は王殿御子とまたは彦太の御子王神天皇の御姓孫とされ父は彦子の王母は振姫即位は異例で武列天皇の後継者がいなかったため大友の金村らによって越前の国から迎えられ河内の国の楠葉の宮で即位その後筒木の宮おとにの宮を経てようやく山との国のいわれの玉穂の宮に都を置いた地政は国内外の激動する情勢に直面朝鮮半島との関係が変化し日本の勢力は衰えていた クダラと結びつき加賀諸国への対応に努めたが筑紫の国のみやつこの祝いの乱など地方主長の台頭による動乱も発生した日本古代史上の重要な時期でありその後の王権争いへのつながりも含め研究されている多くの謎や遺説があり新たな王答を築いたとする見解と地方の一号族が王位を散奪したとする説もある領母についても議論があり茨城市の大田茶夫山古墳や高槻市の今城塚古墳が有力視される彼の時代は古代史の理解に不可欠な要素である